中盆2024中野駅前の熱気と推し、ちょうちんの輝きが彩る夏祭りの全貌。ボンジョビとナンバーアンダーライン愛のちょうちんが共演する夢の祭り。夏の暑い日差しが照りつける中、中野駅前は賑やかな雰囲気に包まれていた。待ちに待った中盆2024がいよいよ開催されるのだ。駅前広場には色とりどりのちょうちんが吊るされ、その中には特に目を引く。 ちょうちん、がも並んでいた。これはファンが愛するアーティストやアイドルの名前やメッセージを込めたちょうちんで、今年は特に、ナンバーアンダーライン愛のちょうちんが多数見受けられる。ナンバーアンダーライン愛のメンバーである平野翔、岩優太、神宮寺優太の名前や歌詞が書かれたちょうちんが輝きを放ち、その隣にはなんとボンジョビの名前も。一見ミスマッチな組み合わせに思えるが、 この光景は多くの人々の心を捉えて離さなかった。朝早くから設営を行ったスタッフたちは、汗だくになりながらも一つ一つの提灯を丁寧に吊るしていった。その努力の甲斐あって、夕方になると広場は幻想的な光に包まれ、訪れた人々を温かく迎え入れていた。特に、ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、自分たちの推しが参加していることに感激し、提灯の前で記念写真を撮ったり、 盆踊りの準備に余念がなかった。中盆2024は、地元の人々だけでなく、遠方から訪れる観光客やファンたちにも人気のイベントだ。今年は特に多くの協賛を得ており、その中でも、推しちょの存在が大きな話題となっていた。中目黒など他の地域でも話題になっていた推しちょが、ついに中野にも登場したのだ。これにはファンたちも大喜びで、 ちょ提灯の写真を SNS にアップするなどして盛り上がっていた。提灯の設営が終わると、いよいよ盆踊り大会の始まりだ。浴衣姿の参加者たちが広場に集まり、太鼓の音に合わせて踊り始める。中には初めて盆踊りに参加するという外国人観光客もいて、日本の伝統文化に触れる貴重な体験を楽しんでいた。踊る1億人というフレーズがぴったりの光景が広がり、 まさに老若男女が一体となって踊る姿が見られた。しかし、今年の中本2024にはもう一つ特筆すべき点があった。それは、ナンバー・アンダーライン愛の楽曲が盆踊りのリズムに合わせてアレンジされ、演奏されたことだ。この試みは多くのファンにとって新鮮で、特に若い世代の参加者たちには大好評だった。ナンバー・アンダーライン愛のファンたちは、 彼らの楽曲に合わせて踊ることができる喜びを感じ、盆踊りの輪が一段と広がった。イベントの途中で、ナンバーアンダーラインアイのメンバーからのビデオメッセージが流れると、広場は歓声と拍手に包まれた。メンバーたちはファンへの感謝の気持ちを述べ、遠くからでもイベントを楽しんでほしいとメッセージを送っていた。このサプライズに、ファンたちは涙を流しながらも笑顔でいらえ、ますますイベントの熱気が高まっていった。 夜が更けると、提灯の光が一層鮮やかに輝き、幻想的な雰囲気を醸し出していた。広場の中央には大きなやぐが組まれ、その周りを人々が輪になって踊る光景は、まるで映画のワンシーンのようだった。参加者たちはみんな、一様に笑顔を浮かべ、疲れも忘れて楽しんでいた。中本2024の成功は、多くの人々の協力と情熱によるものだ。特に、 推し提灯の設営に関わったファンたちの熱意と努力は、このイベントを一層特別なものにした。彼らの愛情と応援が形となり、多くの人々の心を温かくしたのだ。そして、このイベントを通じて、多くの人々が新たな出会いや交流を楽しむことができた。中野の町は一体感に包まれ、地域コミュニティの絆がさらに強まったのだ。参加者たちはみんな、この素晴らしい経験を胸に、 来年の「中盆を楽しみにしていることだろう。このように、「中盆2024」はただの盆踊り大会にとどまらず、多くの人々の心に残る特別なイベントとなった。提灯の明かりが照らす中で、笑顔と笑い声があふれるこの場所は、まさに夏の風物詩であり、多くの人々にとっての思い出の1ページとなった。次の年も、さらに素晴らしい「中盆が開催されることを期待しつつ、 今日のこの瞬間を大切に心に刻んでおこう。そして、また来年もこの場所で、多くの人々と共に踊り、笑い、素晴らしい時間を共有できることを願ってやまない。夜も深まるにつれて、祭りの賑やかさはますます増していった。提灯の光に照らされた中野駅前は、まるで幻想的な別世界のようで、訪れた人々の心を捉えて離さなかった。盆踊りの輪はますます広がり、 初めて参加する人々も次第に踊りのリズムに乗り、楽しさを共有していた。あるカップルは、彼らの初デートがこの、中本2024だった。二人は超鎮の光に照らされながら、手を取り合って踊りの輪に加わった。初めての盆踊りに少し緊張していた二人だったが、周りの温かい雰囲気に包まれ、次第にリラックスして楽しむことができた。超鎮の下で見つめ合う二人の笑顔は、 まるで映画のワンシーンのようで、その光景は他の参加者たちにも幸せを運んでいた。また、別のところでは家族連れが盆踊りを楽しんでいた。小さな子供たちは浴衣姿で元気に踊り、親たちはその様子を微笑みながら見守っていた。特に、ナンバーアンダーライン愛の楽曲が流れると、若い親たちは懐かしさと興奮でいっぱいになり、子供たちと一緒に踊りを楽しんでいた。この瞬間、 世代を超えた音楽と踊りが、家族の絆を一層強める役割を果たしていた。一方で、中野の地元の人々もこのイベントを大いに楽しんでいた。毎年恒例の盆踊り大会は、彼らにとっても大切なイベントであり、多くの思い出が詰まっている。今年は特に、推し超賃が話題となり、彼らもその華やかな光景を楽しんでいた。中野の街が一体となって盛り上がる様子は、 まさに地域の絆を感じさせるものであり、訪れた観光客たちにもその温かさが伝わっていた。そして、夜が更けるとともに、盆踊りの輪はさらに大きくなり、参加者たちはますます一体感を感じていた。特に印象的だったのは、提灯の下で行われた花火の打ち上げだった。花火が夜空に咲き誇る瞬間、提灯の光と相まって、広場全体がまるで夢のような光景に包まれた。 この瞬間、多くの人々が心を奪われ、忘れられない思い出となった。中本2024の成功は、多くの人々の協力と情熱によるものであり、その中には地元のボランティアスタッフの努力も含まれていた。彼らは朝早くから夜遅くまで働き、イベントの準備や運営を支えていた。その姿勢は多くの参加者たちに感謝の念を抱かせ、イベントの成功を陰ながら支えていたのだ。特に、 し提灯を手作業で設営したファンたちの努力は、多くの人々の心に響いた。彼らの愛情と応援が形となり、多くの人々に喜びと感動を与えたのだ。このようなファンたちの熱意が、中本2024を一層特別なイベントにしたと言っても過言ではない。イベントの最後には、参加者たちが一堂に会して感謝の気持ちを伝え合う時間が設けられた。スタッフやボランティア、 共産者たちに向けての感謝の言葉が交わされ、涙を流す人々の姿も見受けられた。この瞬間、多くの人々がこのイベントを通じて得た絆や思い出を再確認し、来年の再会を誓い合っていた。中本2024は、多くの人々にとって特別な時間となり、多くの思い出を作る場となった。このようなイベントが続くことで、地域の絆はますます強まり、 多くの人々が幸せな時間を共有できるのだろう。そして、この瞬間を大切に心に刻みながら、また来年もこの場所で多くの人々と共に踊り、笑い、素晴らしい時間を過ごせることを期待してやまない。最後に、この素晴らしいイベントを支えてくれたすべての人々に感謝の気持ちを伝えたい。参加者たちの笑顔、スタッフの努力、そして何よりも多くの人々の温かい心が、この、 中本2024を成功に導いたのだ。来年もまた、同じ場所で同じように笑顔と感動を共有できることを願い、この素晴らしい夜を終えたいと思う。